ーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。手ぶらで楽しめるキャンプリゾートパークパラディス大分、まあドロムービーの世界大会とかも行われてて ね冬休みね遊びに行くっていう方いらっしゃるでしょう。手ぶらで楽しめるってことで、あの、まあ、バーベキューのセットとかね、あの向こうで焼いたりして食べられるんですが、あのランチコースもレストランがあって、ね、そうなんですよね。そのランチコース、リストランテアジュールルナのランチコースの締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。で家でも楽しんでもらおうっていうことで6食セットが出てます。これをプレゼント、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。それからね、冬のうどん祭り、笑う門には福太郎祭り、はい、今絶賛、開催中っていうことでね、はいはい、1年頑張った自分へのご褒美、贅沢丼、肉が丼、エビ天が丼、紅白の揚げ餅がビローンの肉エビ天のパワフル福来たるうどんで、中地うどんの新作は味噌仕立てにしたら本当に美味しかったんですよ。ニラ豚ネギのポカポカ味噌うどん、ごぼ天トッピング、ちょっぴりもつ鍋風っていうことになってますんで、カレンダーも今ね、発売してますから皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあそれではね、今日はまずはこれからいきましょうかね。女性の方、中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。ジムの先輩とお話してる時に起こった出来事、先輩が私低い声が聞き取りにくいんよ、そしたら私の友達にストレスになる人の声が聞こえないんじゃないって言われて、考えてみたら長男と夫の声が聞き取りにくくてストレスないんよあの二人もうなんていうかさ、そのもうありがちな会話ですな本当にいろんなところでね、そうそうそう、私低い声が聞き取りにくいんよ、そしたら私の友達にストレスになる人の声が聞こえないんじゃないって言われて、考えてみたら長男と夫の声が聞き取りにくくてストレスなんよあの二人と話した後で、私が仕事の話でじゃあ私このシール作りますねと言ったら、えシリ、いえいえシールですよ、ヘイシリじゃないです、私の声が低いけん聞こえんかった、ストレスだったりして、あーと笑ったら今度は私の携帯のシリが反応し、福井県は日本の中部に位置する県ですと、声が低いけん声が福井県と聞こえたんでしょう。ヘイシリサンキューですなんかよくわからんもうよくわからんけど、なんかこういう人いるよねこのなんていうか話がずっとこうなんか深くならないっていうずっとこう上積みをこうねすくっていってるっていうね、どんどん展開するっていう人いらっしゃいます。いいですねいいです日常の切り取りって感じであなるほどね、なんか会社の中のなんか会話の切り取りね、うん、なんていうか平和だなって思うね。いいですね本当に。さあそれからね、これもいきましょうか。恵子さんですね。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。ウエストのうどんが大好きだった父が他界して1年が経過いたしました。去年の冬のうどん祭り、笑う門には福来たる祭り、牛肉としめじのすき焼きみたいなうどん、えのきの天ぷらの花が咲くスペシャル、あれ美味しかったですよね。父に食べさせたかったんですが、退院して自宅に戻る日はまだうどん祭りが始まる直前で、テイクアウトもできずとっても残念でした。でも退院の日、車椅子に座って酸素を吸入しながらウエストに寄って大好きなエビ天うどんをスープまで完食して満足そうな笑顔、外出できるのはこれが最後と思ったんで、車で米の山展望台に登って笹栗から博多湾、福岡の街を眺めて、お父さんが過ごしてきた福岡の景色だねと声をかけました。認知症が進んでましたが目を細めて、うーんそうやなと眺めていました。今年もうどん祭りが始まりましたね、冬のうどん祭り。今回の新作はニラ豚ネギのポカポカ味噌うどん、ごぼ天トッピング、ちょっぴりのもつ鍋風だそうで、これをすすってああ
美味しいなと思うと同時に、まだ横に父がいないことがピンときていません。いつもスープまで飲み干そうとして、母が大きな声でお父さん糖尿病なんだから飲んだらダメって怒られて、丼を抱えてビクッと驚いていた父の様子も昨日のことのように覚えてます。あっという間に年末年始で日々が過ぎていきますが、夫や息子家族ご縁の方々と笑顔で温かく大切に過ごしていきたいと、うどん祭りが開催されるたんびに思ってます。どうしたんですか、鼻の上にあのなんていうか梅干し乗せてこの前大山、道の駅大山で見た梅干しが、君の顔の真ん中に乗っかってますよ大きめ小粒ね、なんていうか、まあこういうね、うどん祭りみたい、まあ毎年毎年我々もね、あのこう皆さんにたくさん楽しんでいただいてるんでできるんですが、はい、やっぱりこうやってね、あの一つ一つやっぱりこう出来事っていうのはね、